来ちゃった。その格好どうした？別に今日はお呼ばれされたんで来ただけです。汚れてるし血も出てる。いえ、食事に来たんで。おでこに傷がついてるけど。君ものすごく臭いよ。デール、一体どうしたの？森にいたんで。森にいたの？へえ、おかしいでしょ。森、森の中に。森で何をしてたの？バードウォッチング。はい。いや違うんです、本当は。いや正直に言います、見たんですよ、殺人を。いいですか、誰かが誰かを殺すところを見て、それで犯人俺を追ってるみたいなんで、奴ら俺のアパートにも行ったかもしれない。そこにアンジーのものがいっぱいあるし、学校のアルバムとか通知表とか携帯番号冷蔵庫に貼ってあるんで、このうちまで来るかもしれないんですよ。ここを見つけてすぐ警察に電話しましょう。それはできない、警察も犯人なんです。だからこんなに焦ってるんですよ。通報できない。警察が絡んでるから。アンジー、どういうことだ。どうにかしなさい。勘弁して。違う、そういうことじゃないんで。いや、やめてください。いいですか、とにかくすぐにここから逃げなきゃ。さあ行きましょう、早いとこ避難しないと。いつ奴らが来るか。飛んでるのか。え、違いますよ、どうして。見ればわかるわよ、はいなんでしょ。やってませんよ、行きましょう。誰が行くか。1分で戻る。何を持ってくると思う。いや、何ですか。銃を持ってくるんだ、すぐ帰った方がいい。ロバート、やめて。冗談じゃないからな。銃、本当の銃。なんでそんなもの、なんで銃なんか持ち出すんだ。それよりほら、早く逃げなきゃ。みんな俺についてきて。ワクワクしてきた。早く早く、ガレージはこっち。さあ急いで急いで。一体誰に追われてるっていうの。麻薬の売人と思います。状況から言って、まず売人。さっきから何言ってるのよ。どうかしてるよ絶対。そう思うだろうけど。はい、はい、ビル来た、外今連中菓子食ってたら。なんてことすんだよ。ひでえ、動くな動くな。早く取って。なんで出したりするの。なんで売人だもん。俺のマリワラの売人。あんたのマリワラ。待って。ああ肝、大丈夫か。売金、売金が入る。誰これ。だから俺の危ない。捨てろ。今のなんだ。銃声だったな。やめろやめろ。何者じゃない。やめろ、俺の友達。何者じゃない。友達なんだって。パパ、銃をしまって。銃をしまって。お前たち言う通りにしないと、外に引きずり出してガンガンにやりまくるぞ。やめて、マジやめてよ。先輩やめて。誰かいるか。かくれんぼかよ。違うか。まだあったかいわ。気持ちいい。早くソウル、早く乗って乗って。やったやった、間に合ったよ。逃げられるぞ。やった。何してんだ。降りなさい。早く降りろ。何を考えてるんだ、ずうずうしい。わかったわかった、降りますよ。悪者から逃げなきゃ。しょうがないよ、今は。どうだよ、加藤さんが運んで。はいはい。じゃあどこに行けばいいの。あそこ、デイズインだ。ダウンタウンの偽名を使って泊まれ。ガレージレーって連絡する。連中が何者か、何をするかわからない。でも大丈夫、俺が守るから。手は出させないから。黙れ、負け犬が。ああ、アンジー、お前はバカだ。親だから言うんだ。で、そのね、携帯を追跡したら、一つは壊してあって、もう一つは森の中に捨ててあったんだって。ジャレットが1時間かけて探したので、その後デントンの車も見つけたって。変身グッズがいっぱいの、カツラにソンブレロにレオタード。なんでそんなの持ってたんだろう。マトロッコシー、チャンに電話すりゃいいことだ。一発でわかるだろ。